電車が思いっきり遅れちゃって、こういう時遠距離通勤ってダメージも大きくなっちゃうんですよね。プロデューサーさんも電車のせいで遅刻ですか？はい、電車が遅れて運が悪いなって思いましたけど、そうでもなかったのかな。はい、頑張ります。ご褒美ヒュークリームだね。